千葉県市川市で出会った妖精の王と残の意志を受け継いだ戦士。私は誓う、人々と共に二度と妖精たちのあの悲劇を味合わせたりはしない。彼は違うから、目の前まで立ち塞がれた運命。久しぶり。いや、そうなんだけど、普通さ、ヒーローショーがさ、すぐにドーンと敵が出てきて会場を襲ってかっこよく私が登場するっていうのが流れじゃないかな。見ろ、何も起きないじゃん。サンドウェイは分かってないね。ヒーローショーは何が起こるか分からないのがヒーローショーなんだよ。だからいつも同じ展開じゃ、お客さんが飽きちゃうでしょ。なんだ、空想なのか現実なのかわけわからん世界になるのか。あ、つーか山本さん、もう一つ聞いていいか。うん、いいよいいよ、喜んで喜んで。さっきのオープニングアクトは良かったんだけどさ、結構良かったと思うよ、かっこよくて。誰だよ、さっきのオープニングの女性は。あ、音響のスタッフさんだよ。音響のスタッフ。いやー、それがさ、ショーやるメンバーが集まらなくてさ、それでもオープニングアクトやりたいから仕方なく出てもらったんだよ。なんでよ。じゃあ何、あの手を伸ばして繋がりそうだけど繋がらないベタな演出とか、あの可愛い笑顔から悪い顔みたいにニヤッとしたキーキャラクターがやりそうな顔の演出、なんで重要キャラみたいなやつが音響さんなんだよ。おい、人の話を聞け。はい、ということで、そんなビリビリ王子のために私がこのヒーローショーをプロデュースします。はぁ、さあ、準備準備。ちょ、何だよ。
この相棒と私に挑戦してくる愚か者を打ち抜く。うん、おー、次の挑戦者は君か、ニタロ。おい、さあ来い。なんだその武器、セブキにありえないだろう。私の相棒だ。はぁ、おい、ここは平和な海辺の町ヤマサキだが、最近この海を巨大なサメが人を襲うという事件があった。私はこの町に平和を取り戻す、巨大ザメと決着をつけるためにやってきた。おーい、ガーッ、来やがったな。ヤマティ6、ヤマティ6、おお、とも見えます。あー、繋がらない。だったら、あの電圧ケーブルでやっつけてやる。なんだよこれ。いやー、サメ映画は人気のコンテンツだからね。ヒーローショーに投入しようと思ってね。どう、二作目よこれ。いや、もうヒーローショーじゃないよ。ただのこれ、仮想大賞だ。うん、なこと言うなよ。ほら、この小道具がいい出来だろ。サメだけに上手にできてるだろ。うぜぇー、ヒーローショーってのは難しいな。なあ、なんかすごい場違いの BGM 流れないか。なんかムーディーやな。また BGM 変わったか。今度はなんだ。台本にはそんなこと書いてないぞ。一体何が起きているんだ。誰だ？あんた、音響さん。はぁ、だからなんで私を取るの音響スタッフだと思ってるの。え、私はオベーラン様の忠実な手下、サウンド妖精サウンと申します。妖精、ベーランの手下。私はオベーラン様の命令によりあなたたちの中に潜入していたの。必ず倒せるチャンスを狙ってね。それに山本は時給1500円もくれるから、とってもいいお小遣い稼ぎにもなったわ。ありがとう。いえいえ、お疲れ様です。何やってんだよ。しかも時給高いな。ごちゃごちゃうるさいわね。ここであなたたちを倒す絶望的 BGM に切り替え。さあ、ここからよ。音響要請の力を見せてあげるわ。今度は何だ。驚かないでね。これは山本を好きなように操る機械、名付けて山本水。やめろそれ以上言うと受信料以上取られそうだ。なんとかして彼女を止めるぞ。山本の矢、やっつけろ。お、体が勝手に。おい、じゃあ、本当に山本を操れるのか。やめて、本当、マジでやめてくれ。音響という名の役職についた私は正義上では神に等しいの。お前はただのサラリーマンにもできるし、ヒロインを失った悲劇の王子様にもすることができる。あー、そっか、もともと守れず後悔しっぱなしの悲劇の王子様だったか。なんてやつだ。それに山本をまた攻撃しないといけないのか。サンド、本当、マジ逃げろ、逃げてくれ。俺っちはまたお前子供たちを傷つけたくないんだよ。何言ってんだよ山本。帰ろ、仲間を置いて逃げれるわけねえだろ。嘘。え、ニオ、ボディストップ変えたんだけどな。黙って。私は誓ったんだ。俺二度と奪わせないと。守りたいものを守り抜くって。はっ、なんで、なんでまだ倒れないの。そんな親父のために命を張るなんてありえない。こいつは確かに四六時中アホなことしか言わないただのおっさんだ。でもな、守りたいもののために命を張る、私と同じ市川市のヒーローだ。なんだ、俺っちのことそんな風に思ってたのか。あっと、お前本当操られてないだろ。私の力
うすうす気づいてたけどよ、山本、これって。そうだ、これは残党の新しい主題歌だ。我々の熱い気持ちが悪い妖精ちゃんの音響システムをぶっ壊してくれたんだ。そう、なんてご都合主義なの。ふん、ご都合主義か、そんなの関係ない。ヒーローっていうのはな、たとえ次元を超えた世界、空想でも現実でも、そこに守りたいものがあれば命を張って駆けつける、そういうもんだ。そんな君に見せてあげよう。行くぜ山本。おいよ。市川を守りし妖精王子、敵陣残党。ローカルヒーロー祭り限定キャラじゃなくなった男、エメラルディ山本。さあ始めようか。平和への無党感。ただ残党、機械類は奪ったぞ。おう、いくぞ、ヤンボーフラッシュ。なんであんたに光を操れんのよ。音響だけでステージを乗っ取ろうとしたらお前にはわからないだろうな。私の仲間にはフォーメールさんもいるのだ。ロメの姉さん、ありがとうございます。ほんとカオス。よし、これで決める。聖剣を妖精ランプ。大丈夫だ。こいつの体の中で闇を浄化しただけだ。敵に目を覚ますだろ。え、うん、息してる？ザト？大丈夫だ。敵に目を覚ます。うん、こっち見て、こっち見てよ。ね、どこ見てんの？あ、仕方ないな。じゃあここは王子らしく。ちょ、ダメ、ダメだよ。ここさんもいるしね。それダメ。ダメ。あ、そうだ。ここで終わり？では、そうだな。みんな、今日も応援ありがとう。さっきも言ったけど、私は現実の世界でも空想の世界でもみんなの危険が迫ったら助けに行きますよ。日頃のお仕事や学校で辛いことがあったらいつでも私たちを思い出すんだ。今日一緒に作った思い出がきっと笑顔にするよ。すごいいいことは言ってるけど、大丈夫か？お前ら、うん、激人、残党。え、エメラルディ、山本。今日の妖精。それでは、またな。じゃん、じゃん。妖精さん、早くお病院行こう。残党、絶対許さない。